です。興味な、でも暇だから聞くわ。第3位、イケメンと曲がり角でぶつかり運命の出会い。ちょっと見てて。必勝。あ、遅刻遅刻。あ、歯食べながら言っちゃおう。パクッ。うーん。出ました。妖怪パンなめなめ。おい、パンなめんなよ。この顔面でぶつかれたメンズどう思うんだ。好き。なんでだ。どこに好きになる要素があった。続いて第2位。行くなよ。同じ本を取ろうとして手が触れ合い、うー、胸キュン。お前は触れよね。あなたもこの本好きなんですね。私これを読んで人生とは何かについて学んだんです。いいですよね。ボボ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 。出ました。多分何も学べてない。おい、そりゃそんな本読んでたらパンなめなめしちゃうよね。ボボボボボボボ、なめなめ女。おい、本もいけんのかお前。そして栄えある第1。おいおい、イオンの鮮魚コーナーが極意金。ない場所。おい、なんでイオンの鮮魚コーナーだ。魚のキスとこっちのキスをかけてみた。出ました、理由。しょうもない。ほんま、しょうもないな、理由がな。おい、水族館だよ。何事だ。ちょっと、ここイオンの鮮魚コーナーだよ。あごくい、ちょっと待って。あごくい、え、あごくい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 。出ました、キスはされない。ほんま、アゴ食いのみ、キスなし。いや、私結構アゴ食いだけは満足しちゃうタイプなんです。